はい、早速ですね、ブライトンとエバートンの試合振り返っていきますけれども、信じられない結果になってしまいました、ブライトンが5点奪われるって正直見たことがなかったので、どうなってしまったんだと。まあ本当前半がね、ある意味全てだったのかもしれないですけれども、この日もね、ちょっとマーチ高えな、後半からねまたマーチが出たんですよ、スタメンから外れて。でしかも後半の途中で交代してしまって、まあハムストリンかなんかの怪我ですかね、すごいな、それで 7.6 って。でマクニールが 9.9、 いやちょっとカウンターサッカーですかね、エバートンのカウンターサッカーにドハマりしてしまったっていう形ですね。で早速見ていきましょう。エバートンは 27.2 歳か平均で、あ違う、ブライトンが 27.2 でエバートンが 27.0 で、ここで見ていくとね、まあスティールも5点1を取られちゃったんでね、 5.0 と一番評価が低くなってます。であとは三笘選手はそんな中でもね一応 6.8、 左はねやっぱ見事に素晴らしく、この真っ赤っかなんですけれども、見ていくとボールタッチは79、思ったより多いですね、いつも普段より多い、50とかそれぐらい多いんだよ。でパス成功率も 86.0 で、キーパスはなんと3回もしてます。前半の時もねエリア内に侵入して無理やりで、そこから折り返しのパスとか素晴らしいシーンもね何度かあったんですけど、まあいつも通りアシストになってくれないっていう悲しいジンクスで、決定機は2回ありました。でドリブル成功は5回中4回、そして1対1の地上戦16の9、すさまじいですねこれだけ。ただなんだろう、エリア内というか奥深くまではなかなか侵入させてもらえないっていうか、手前でのやり取りでは結構、相手のサイドバックとかディフェンダーをかわすシーンは多かったんですけれども、本当にね肝心なところまでは入らせてくれなかったっていうのはエバートンのガチガチの守備でしたね。で空中戦も1回やって、ボールロストは23回、まあボールポゼッションがいつもよりはるかに多かったんで、その分ねタッチ数も多くなってボールロストも増えたと。インターセプトもタックルも1回ずつ、ただドリブルでも突破されちゃったってとこですかね。で、でもこの中で見ると三笘選手とかの 6.8 か、であとはウェブスター 6.9 が一番高いぐらいなんですね。でマクニール見ていきましょう。まばらまばら、まあカウンターってことですよね、ここら辺が薄くてこうなってるってことは。でパス成功率はたったの 55%、 ボールタッチも45回しかない、それでもロングパスは4回中2回で、ドリブル成功はなんと5回中5回です。で地上戦も13回中9回と非常に効率よくね、ブライトンを攻略したと言えるんではないでしょうか。ボールロストも12回だけで、クリアとか、まあ、タックルもしっかり決めてるというところで、まあでもアシストも良かったしな、もう個人の質がなんだろう、思ったより良かったとか、うまくいきすぎた感もありますけど、エバートンは。まあ、それでも、カウンターに徹して、あと、解説の野村さんも言ってましたけど、ショーン・ダイシ監督の、もう、シュートは打たせてもいいから、しっかりブロックは築いていこうっていうことだったんで、まあ、それが成功したのかなと。で、こちら、XG すごいな。ちょっと待って。ブライトン、こちら 1.88 で、エバートンは 1.14。5対1で負けたチームの方がはるかに上回ってますからね。で、ボール試合は 77% の 23%。そしてシュート数も23の10とブライトンが圧倒。で、枠内シュートは合格。それでもこの点差ですからね。いかにエバートンが効率よかったか。で、枠外も9の1と。まあでもあんだけブロック敷かれたんじゃ、まずゴールキーパーまで届くのも難しいですよね。で、ブロックされたシュートはなんと9回。これも、これこのまんまなのかな、枠外から打ったやつがもしかしたら全部ブロックされちゃったのかな。でコーナーキックも15回、でエバートンはたったの1回です。セットプレーからではなく、もうほんと全部カウンターから。でオフサイドはお互い1回で、ファールは11の13とそこまで変わらない。でイエローカードはまあ守備の時間が多かった、エバートンは5回もあったと。5枚は多いですね。でブライトンは1枚で、ビッグチャンスはなんとそれでもブライトンは5回ありました。でエバートンは4回あって、なんとビッグチャンスの数上回ったんですよね、得点が。すごいな。で決定機のミス、ブライトン4回、2、3回ぐらいポストに当たったかな、後半続けに。かなりね、あこれだって3回ありました。これも持ってなかった。あとピックフォードもすごかった。
で、エリア内しても18-9で、ゴールキーパーのセーブが4回のうち、なんかもっとセーブしてる印象があったんですけどね、ピックフォード。で、パス数も700超えてきました、ブライトン。718。エバートンはたったの221。そして成功率の方では88%の65%。とてもじゃないけど信じられないな。うまく、ここまでいくと逆にちょっとカウンターが有効ではあるんですけど、ちょっとバフが のかかりすぎというか、うまくいきすぎ。ロングパスも 71%の34%。で、クロスは、ここはほぼ合格ですね。で、ドリブルに関してはただエバートンの方がなんと 72% です。まあこの質が素晴らしかったっていうのもありますし、ちゃんとそこにフォローに入ったというか、最低限の人数走ってましたよね。そこも大きかった。ブライトンはたったじゃない、高いんですけどね、 59% で、ボールドストは156-110でブライトンが圧倒的に上回ってしまいました。で、競り合いでの勝利はエバートンが勝利で、空中戦に関してもエバートンがわずかに上回ってきた。で、タックル、インターセプト、クリアに関しては、まあ、こればかりはね、どうしても守備側のエバートンが圧倒的に増えるっていった形ですね。で、ちょっとこれ見ていきましょうかね。ですね、三笘選手の、これかな？このシーンですね、三笘選手の奇跡のアシスト。まあ、正確にはアシストではないんですけれども、三笘選手が折り返したボールがゴールポストに当たって、でそのボールが倒れ込んだマクアリスタに当たったんですよね、これ跳ね返ったやつが。ということで結局アシストはつかなかったんですけれども、でもここまでしないと取れないのかとかね。マクアリスタはしょっちゅう三笘選手の折り返し外したんで、なんか思わぬ形で、しかも結局アシストつかずにゴールってところが、なんからしさが出てるなって思います。で、こちらはゴールさんの方のトッププレイヤーの方で見ていくと、まあそうですよね、決めたマクニールとか、まあ、ドゥクレも素晴らしかったな、あのクロスからのボレー、浮き玉のボレーめちゃくちゃ難しかったんですけど、あっさり決めましたからね。で、チャンスメイクってところでもまさかのポゼッション率がね、20% 台のエバートンが独占。で、ただパスのところに関しては、ブライトンが独占。で、ファイナルサードのところでもブライトン。三笘選手もここに食い込んで 82% ですね。で、さらにクロスのところでも9回と。ただ、ちょっと、なんだろう。あと、途中出場マーチか。三笘選手のところで言うと、なんだろう。すごい判断力が素晴らしい選手だと思うんですよ。ドリブルとパスの切り替えが。なんだろう、バランスも非常にいいし、無理しないし、相手からすると的を絞らせないっていうのがあるんですけれども、ただ今日は特にこのクロスの数もある通り、まあ中が固められてたんでしょうがないんですけれども、なんだろうな、諦めるのが早いじゃないですけども、判断をつけるのが早すぎる。例えばこのマーチとかは後半から入ってきましたけれども、まあ普段からそうですけど、ボールの所持時間が長いんですよね、非常に。何度も切り返して、まあ、奥に侵入しようとしたり、まあ、最終的にクロス上げたりもあるんですけども、自力で抜こう感がすごいんですよね。だから、まあ、脅威もなんですけど、ただ、三笘選手はボールの所持時間が非常に少なくて、まあ、それだけ判断力が早いっていうところではあると思うんですけれども、まあ、その分、マーチよりもちょっと脅威にならなくなる時があるっていうような印象です。で、ましてや今日みたいなマーチがね、まあ、前回のユナイテッド戦もそうですけども、が前半いない状態だと、まあユナイテッド戦結構仕掛けてましたけどね、前半戦さらに仕掛けてもいいのかなと。ブアノロッテだっけな、あの18歳の、若手がいますけれども、やはりちょっと起点にはなれないので、彼では右でというところで、三笘選手がもっと俺がで主導権を握って、本当左サイド中心でもいいのかなっていうような印象を受けます。で、デュエルのところでも、もうカルバートルインが化け物すぎた。で、この辺タックルのところでも、やられましたね。イオビもキープ力が強かったな。全然ボール失わない、密集地帯も脱出するし、まあこの辺は圧倒されましたね。でもピックフォードがすごかったな。ビッグセーブ4回と言っても過言じゃないですかね。で、選手レートのところで見ていきましょう。ここだとほら、三笘選手は 8.5 と非常に高い評価を得ています。まあ、なんだろう、
判断力が良かった分起点にもちゃんとはなってはいたんですけれども、ただあれだけ固められてると有効打になるパスがなかなか少なかったり、でも有効なパスもあったけど味方が決めきれないってのがあったんで、そういう点でもうちょっと一人でガツガツいってもよかったのかなと。まあ十分ドリブルの、ね、数もさっきのスタッツ見て多いですけれども、ただ中へ侵入するのにもう少し強引にいってもよかったのかなと思います。で、意外とマクアリスタ 9.1 とか負けたチームとは思えないこのレートの評価、びっくりですね。ただその代わり、あ、ちょっと待ってくださいね。あとはマーチも途中出場、途中退場っていうかね、途中交代ながらも 8.1 と素晴らしかったです。で、エバートン見ると 10.0 ですからね、マクニール。で、ドゥクレも 9.6。 ただ全体のバランス見るとどうなんだろう、意外と変わらないというか、ブライトンも相当いいですね。守備陣が非常に良くないですね、エバートンは。まあでも相当奮闘したと思うから何ともなんですけれども。で、順位表の方見ていきましょう。ここで勝てばね、見事にトッテナムをかわして6位浮上っていうところだったんですけれども、厳しくなってしまったなと。まあチャンピオンズリーグ争いっていうところではまだ完全についてはいないのかな。でもほぼほぼ本当に無理な状況になってしまいました。で、現実的に目指したヨーロッパリーグだとか、その辺もちょっとね、今5位のリバプールと7ポイント差なんで、2試合少ないですけれども、2試合勝利したとしても届かないんですよね。で、一応見てくと、エバートンがね、ここで上がってきました。抜け出してきましたね、見事に。そして、リーズが落っこちて18位と、降格圏に入ってきた。いやー、まずいね。しかも、フォレスト、サウサンプトンの方が試合数が少ない。ちょっと危ないですよね、ここ。で、エバートンは、まあ、32なんで、まあ、それでもまだまだ抜け出せちゃうの、抜け出せないか、まだ危ないですけれども。この辺までかな。ウエストハムね、昨日見事にユナイテッドに勝利しましたけれども、ちょっとこの辺りまでセーフになってきたんじゃないかなと。もう16位から20位というか、まあ、16位からこの19位の間で、まあ2分の1の確率ですよね。で、降格が決まると。サウサンプトンはもうほぼ確定なんで、で、非常にね辛いんですけれども、ブライトンの方がこの後の試合に行って最悪なんですよね。この間も話しましたけど、なんと3位のニューカッスルとの試合で、さらにはあ、乗ってない、ここにちょっと乗ってない、あ、あるある、次アーセナルか、もうすぐにアーセナルの試合がある。2位アーセナル、そして3位ニューカッスル。まあここサウサンプトン最下位ですけれども、ただ手負いの虎はね怖いというか。で、さらには1位のマンチェスターシティ、そして今絶好調のアストンビラが最終戦に控えてるというね、最悪な日程が待ち受けています。下手すると本当サウサンプトン戦で1勝できるかどうかとかね、それ以外全敗とかしかねないぐらい危険なカードも揃ってるんですけれども、まあでも逆に言い返せばめちゃくちゃ面白いですね、上位勢相手にどこまでできるのか。まあしかもポゼッションサッカーってところで、このアーセナルと、まあ、シティ、ここ相手にね、同じようなとはまた違いますけども、同じポジションサッカーでどこまでできるか。そして今ね、ニューカッスル攻撃力が上がってきました。まあ、あと守備も非常に硬いです。そこをどう崩せるか。まあ、この辺非常に楽しみになってくるんでね、来シーズンに向けてね、またいい形で入るためにも、この辺との、まあ、ビッグ4っていうか、まあ、この間ユナイテッド試合しましたし、この辺の上位勢とどういう戦いができるかっていうのは非常に重要になってくるのかなと思います。次はでも、ね、シティはでもレアル戦かでも見ないんで、またマンチェスター、その前になんか上げるかもしれないですね、プレミアリーグのニュースとか上げていくので、またチェックしてもらえると嬉しいです。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。